新婚夫婦にとってものすごく大事な大事なこと忘れてるじゃないの。ちょっと考えるところがあって、入籍は伸ばしてもらうから。どうしたの？仕事忙しいの？ああ、今日は帰らないから。え？しばらく帰れないかもしれない。お前の身勝手で男をもてあそぶな。こんなの結婚なんて言えないよ。じゃあやめれば。運よく席も入れてないぜ。琴子、琴子来い。え？準備の方はできております。紹介します。私の妻の入江琴子です。ほら、お前も書けよ。うん。よろしくな、奥さん。よろしくな、奥さん。お前すごいな。何が？あれから半年以上経つんだぞ。よくそんなに毎日反芻できるよな。だって素敵な言葉じゃない。よろしくな、奥さん。名言ね。地球は青かったくらいの名言だよ。もっと考えることあるだろ、4年生なんだから。そりゃあるけど。もう9月なんだからな。とりあえずちゃんと卒業しろよ。まあそりゃ単位4個落としてるけど。ねえ入江くん。ん？論文うまくいってる？ああ、あと少しで書き上がる。そっか。ああ楽しみだね、発表会。それにしてもやっぱり入江くんはすごいね。4月に医学部に転部したばかりなのに前期試験でいきなりトップの成績取っちゃうの。お医者さんにも簡単になれるかもしれないね。そんなことないよ。やらなくちゃいけないこともたくさんあるし、それに医者になることが目的じゃない。どういう医者になるかだよ。素敵。今の言葉だけでご飯3杯食べられる。それ以上食ってどうすんだよ。まあ俺にとってはお前とお袋の相手をするよりは医者になる方が楽なのかもな。え、私ってそんな大変？じゃあな。入江くん、論文頑張ってね。発表会うまくいきますように。相変わらず夫婦で登校とはお腹がよろしいようで。おはよう、人工さとみ。おはよう。いやー、いよいよ大学生最後のシーズン到来か。なんか寂しくなるね。私後期あんま学校来れなさそうだしな。うちも結構忙しいんだよね。ファッション雑誌って言っても実際お雑用ばっかりだし、うちの編集部ももういよいよ年末のカウントダウンライブ動き出しててさ。まあもうちょっと残り少ない学生生活を謳歌したいんだけどね。そっか、2人とも内定先でのバイト忙しいんだ。じゃあもうあんまり会えなくなっちゃうかもね。うん、内定決まったとはいえまだまだお試し期間だから。でも琴子はいいよね。なんたって将来医者の旦那に永久就職だもんね。うん、玉残し。いいな。東南大学。
憧れてたあなたからの複雑なキス、いたずら泣きス。坂道の途中で風が通り食わぬ顔で追い越され自然に向かう。スパーク泣いたり笑ったり大変だし現実逃避してしまうけどこの気持ちだけは私就職しなくて私のやりたいことって。どないしてんことこ浮かへん顔して。あ、きーちゃんまた入れに意地悪でもされたんか。そんなんじゃないの、ちょっと将来のことについて考えてて私何ができるんだろうって。なんや、そんなことやったらまた相原で働いたらいいやん。そしたらずっとわしことこと一緒におれる。せっかく仕事覚えたんやし、あの仕事楽しかったやろ。確かに楽しかったんだけど。まあそうやな、一生の問題やもんな。そう簡単には決められへんわな。わしは一緒の方がいいけど。私さ、頭悪いし不器用だしドジだし、私にできることってあるんだろうかって。そんなことあらへん、諦めたらあかん。ことが奇跡を起こす女や。わしからしたら不本やけど、その入江のことかて結婚までできたやないか。わしことこのそういうとこほんまにすごいと思うで。わしかてそんなことこ見てことこに対して奇跡を起こしたろって。何言ってんねやな、わしな。ほんま、コトコの中では決まってるんやろ。コトコ、前わしにこんなこと言っとったな。好きな人のそばにいられる仕事がやりたいっていうのとやりたいこととは違うよね。え？例えば私の好きな人が社長さんだったら私は秘書になりたいって思う。私の好きな人がパイロットだったら私は CA になりたいって思うし、そしてもしお医者さんだったら看護師さんになりたい。でも多分コトコが思ってることはわしにとっては嬉しくないことかもしれへんけど、いや
そんな風に言うたらあかんな。コトコ、わしはコトコの未来を応援する。せやからコトコはコトコらしくがむしゃらに行け。金ちゃん、なんか混んできたみたいやな。ほらわしもう行くわ。コトコファイトやで。ほなな。でも無理だよな、私には。私英語わかりませんです。あ、すみませんです。おー、ノー、いえいえ、どういたしまして、すみませんでした。あ、すみませんでした。ところで、あ、もしもし文学部なんでしょう。なんでしょうね。違う、すみません。ノーノーノー、文学部、あ、どこでしょう。どこでしょう。あ、私文学部、あ、一緒行く、あ、プリーズどうぞ。あ、オッケー、あ、ありがとう。通じた。私、クリスティン・ロビンス、イギリスから南、あ、来た、あ、イギリスから来た、19歳です。ぜひクリスと呼ぶ、OK? あー、OK! クリス。私、東南大学を半年間勉強に来た。My name is コトコ イリエ、21 years old。 コトコ、OK、よろしくね、コトコ。よろしくね。私、日本大好き。いろんなところ行ったり、食ったりしたいです。そして私、日本で理想の彼氏作りたいと思っております。でも問題あります。どうしたの。私の理想、超高い、そう、顔はルークス、求めることも超厳しい。その気持ち分かるかもしれない。あ、ねえ、今晩和食食べに行かない。うちのお父さん日本料理のシェフなの。おお、日本料理食ってやりたいです。あ、もう一人誘ってもいいかな。誰ですか。彼ですか。いや、まあ、その…おー、コトコ、人妻ですか。ナイス、ナイス。おー、コトコのダイビングドクターですか。まだ卵だけどね。教室どこにあるんだろう。まあいいや、聞いてみよう。すいません。何か。あ、4年生の入江くん知りませんか。入江、入江直樹。そうです、天才の。やっぱり入江くん有名なんだ。君は友人っていうか妻っていうか。行っちゃった。君が何か。いや、天才霊の心を揺るがした女性って興味がありまして、少しイメージと違ってましたね。何その笑い。何か奥歯に物が挟まったような、なんか感じ悪い。コトコ、クリス、この子ひょっとして留学生。あ、
Hi, I'm Seiichi Funatsu. I am medical student. I'm one of the top student here. If you don't mind, I'll show you around. I don't like to see whether my English skills are world class. Oh, arigatai keredomo. Gomen ryo negaishimasu. Anata, atashi no type. Chikaimasu. Atashi no risou, takai. Anata, zenzen dame. Sono tame, gomen ryo negaishimasu. Zenzen dame? Sonna dame?クリス、理想高い。コトコ、何してんだ。イリエ君。む。なんか用か。あ、そう。この子、クリスっていう今日から留学してきた同級生なんだけど、あ、クリス、この人が私の旦那さんのイリエ君。はじめまして、クリス。で。今日お父さんのお店にクリスと一緒に行こうって話になって、で、入江君もよかったら一緒に行かない？俺も行っても大丈夫？え？何？どうしたの？クリス。なんなら僕が通訳しましょうか。 Is it okay if I join you as well? ぜひぜひぜひ、yeah!食ってやるよ。クリス。え？クリスの理想の人ってひょっとして入江くん？入江くん、遊んでばかりいると勉強に影響きたしますよ。心配してくれてありがとう、フナツ。けど俺は少し遊んだぐらいじゃ成績は落ちないよ。お前は安心して2番のまんまでいればいい。何？いいか、大きな口を叩けるのも今のうちだからな。次の論文発表会じゃ俺が必ずお前を抜いて学会に行ってやる。あの人。ああ、船津か。いいよ、あいつはほっとけ。論文書き上げたら行くから。よろしくお願いくださいませ。あ、かっこいい人の妻って大変だ。ねえ、松本さん、あなたさっき船津と揉めてたでしょ。船津？ああ、あの人。どういう人なの？まあ、私と似たようなもんかな。高校時代から全国模試の成績はいつも2番手。もちろん1番は入江くん。入江くんを追って大学に入って医学部に編入までしたのに、いつまで経っても成績は入江くんの次。まあ、私と違う点は入江くんに対して敵意むき出しってところかな。だからあの人。そうそう、今度医学部の論文発表会、参加者の中から優秀者1名だけ学会で発表できるんだって。まあ、あなたには一生わからないレベルの話だけどね。ん？何よレベルって。遠慮しないでどんどん送ってくれよ。ありがとうございます、コトコパパ。入江くんも後から来るって。あ、そうか。おいしい。クリスってすごい可愛いし、はあ、なんか嫌な予感がするな。大将、お迎えの下ごしらえ終わりましたね。よっ。おお、コトコ、会いたかったね。イエくん、いらっしゃい。おお、来たか。こんばんは。つうか、何やイリエ、おんどれも来よったんか。
はよ離婚してくれよ。頼むで。ん？何やその金髪さんは。え？クリスひょっとしてやっぱり。何や無口な金髪さんやな。日本語わかんのか。ヘローですせ。アイラブコトコですせ。銀ちゃんクリスよ。半年間うちの大学に留学してきたの。クリス、彼は池澤金之助。金ちゃんよ、もともとは私のクラスメートだったんだけど、今や立派なシェフよ。どうしたのクリス。コトコ、私正直言います、私好きな人できた。こんな気持ち初めて。コトコ、ひょっとして嫌な気持ちするかも。それって。でもお願い言わせて。私好きな人、それは。ダメ、入れ替わったことさせて。おい、ん？嘘やん。すまんね、直樹くん。手伝ってもらって。いえ、お力になれたかどうか。いやいや、ほんと助かったよ。それにしてもあの野郎、宴会で大忙しだったのに勝手に倒れやがってよ。幸せそうに寝てる。私のせいです。かわいそうです。キスされて、のぼせて気失うなんてね。寝顔もキュート、金之助。クリスは本気でそう思ってるんだ。当たり前ですよ。問題ありますか？おー、ないない。あのクリスがいいんだったら全然問題ない。問題はコトコにありますよ。ん？私コトコ友達だから言えなかったですよ。だけど友達だからあえて言います。コトコ男の趣味悪いよ。ほう？直樹見て思った。コトコすっごいハンサムオンチ。どこがよ。それはあんたの方でしょ。イエくんのどこが。あ、これは盲目。しかし私見る目は正しいよ。金之助最高。金之助まさに金メダル。緊張なんて全然ブサイクじゃない。イエくんの方が100倍かっこいいんだから。それをハンサムオンチ言うとです。多分私、金之助と結婚します。もう決めました。うん、もう決まりました。その絵の方がハンサムオンチでしょ。これは起きるに起きられへんで。マイナス500だもん。マイナス。へえ。明日から3日も家開けるの？ああ、明日から3日間。神戸の学会に行くことになってな。え、それってもしかしてこの間の論文発表会で選ばれたってこと？ああ。すごい、すごいね入江くん、すごいね。別に大したことないよ。そんなことない。入江くんはすごい。レベルが違うんだ。レベルって言ったら船津くんどうなったの？ああ。あいつな。いきなり、なぜ僕のが選ばれない。これは陰謀だ、策略だ。どう考えても僕の方が優れている。なあ入江君、君も当事者として分かっているだろう。僕の方が優れている、そう思うだろう。君も男なら正々堂々認めたらどうだ。分かっただろ。よく分かった。やっと分かったか。お前は本当に2番が好きだな。落ち着け、落ち着け、落ち着け、離せ、イリエ、離せ、やめろ、バグだ、やめろ、落ち着け、離せ。
入江くん。もったいないよな。あいつならいい外科医になれるのに。そんなにすごいの船津くんって。ああ、あいつのメスさばきは他には真似できないよ。入江くんでも？さあ、どうかな。そんなにすごいの？あの屈折した性格さえどうにかなるやな。でも3日も入江くんに会えないなんて寂しいな。またあなたと二人っきりね。どうした？いや、お昼頃から胃の調子が。どうせまたバカ食いしたんだろ。すぐそう言う。微熱があるかな。ちょっと口開けて。うん、横になってお腹出して。入江くん、お医者さんごっこみたい。エッチじゃない？ごっこじゃない。お前何考えてんだよ。ほら早くしろ。はーい。あらあら、まあ、お久しぶりね。こんにちは。お見舞いに来ました。まあ、琴子大丈夫ですか？まあ、すみませんね。本人は大丈夫そうなんだけど、吐き気もあるみたいだし、お兄ちゃんがじっとさせてろってさ、どうぞ上がってくださいな。お邪魔します。入江くんがいない間はあなたと一緒ね。俺と言うぜ。ええ、あなたと一緒にいるわ。はぁー、あはー、ジーコ、さとみ、わざわざ来てくれたの？すっげー部屋ね。調子はどう？あ、まだちょっと吐き気がね。ちょうど今朝から入江くんもいないし、休んじゃえ。そりゃ腹も壊すわよ。昨日の食べ放題なんて尋常じゃなかったもん、うんうん、ケーキ8個だよ。それ入江くんに内緒にしちゃった。えへってねえ、果物買ってきたけど食べる？あー嬉しい。なんかスーッとするもん食べたかったんだよね。グレープフルーツとかある？多分あるよね。琴子ちゃん、今グレープフルーツって？ええ、吐き気があるのよね。酸っぱいもんが食べたいんでしょ。熱があるのよね。月のものは？あ、そういえばちょっと遅れてって。始まるよ。琴子ちゃん、あなた妊娠してるわ。そうよそうよ、そうなのよ。間違いないわ、その症状。琴子、そうなの？わかんない。でも考えてみなさいよ。なんか思い当たる営みはあったの？そういえば思い当たることが。待ってたのよこの日は。琴子ちゃんとお兄ちゃんの赤ちゃん、夢のよ。でもお母さん。いや琴子ちゃん、子供を二人産んだ私の勘は当たるのよ。ピンときたわ。こんな感じな時にお兄ちゃんがいないなんて、なんて間の悪い人かしら。そうだわ、パパに知らせなかった。前原さんにもね。ああ、もう世界中のみんなに知らせたい気分よ。おばさん、落ち着いて。私が妊娠？入江くんとの赤ちゃんが私のお腹の中にいるの？よかったね、琴子。すごいよ、おめでとう。全然実感ないけど、本当なの？いるの、赤ちゃん？琴子！お前、赤ん坊できたんだって？本当なのか、琴子ちゃん。いや、まだ病院いたわけじゃないんで。いいえ、間違いなくてよ。ベテランの私が言うんだもん
の。病院なんてお兄ちゃん抜けばいいのよ。ねえ、おじいちゃん方。おじいちゃん、いや、おじいちゃん。コトコちゃん、おめでとう。よかったね。おめでとうございます、コトコ先輩。体に気をつけてくださいね。こんにちは、相原さん。あ、松本さん。聞いたわよ、おめでとう。あなた妊娠したんですって。それ誰から。あら、知らないの。入江くんのお母さんがツイッターで拡散しまくってるわよ。でもこれでやっとあなたの不向きな学業から引退できるわね。お疲れ様。本当あなたにはびっくりさせられっぱなしだったわ。じゃあ。コトコの妊娠世界に広まってるよ。ちょっと笑い事じゃないよ。教授にまでおめでとうって言われるんだよ。しかも授業中に。まだ実感ないのに何て言えばいいのか分かんないよ。いいじゃない、実際おめでたいことなんだから。そうそう、それよりどんな子供なのかな、二人の赤ちゃんって。まさに天才かバカかの紙一重ね。ちょっと危険な賭けね。せめて頭だけでも入江の家にいるといいね。ちょっとさっきから聞いてるよ、二人とも。コトコー、やばい、やっぱ金ちゃんにもバレたみたい。お前、家の予約をやらしたってほんまか。なんかそういうことみたいで。ついにこの日が来てしまった。わしの恐れてた日が。入江の野郎、スケベこきやがって。はい、金ちゃん落ち着いて。深呼吸深呼吸。ていうかクリス、何その格好。あー、似合う。私今日から金之助と一緒にここで働くんや。夫婦ともバタラキやんか。ちょっと飾りになってる。おお、コトコ、この旅とてもおめでとうございます。あ、私たちもすぐに追いつくさかいね。お前何言うてんねん。わしの気持ちっちゅうもんあるやろ。あんたが言うな。よっしゃ、わかった、わしも男や。なんぼ入れが憎くてもあんばコトコのややこや。祝福しないないか。ほら、もう授業始まるで。教室までわしが送ってったら。いいよ。何恥ずかしがってんねんって。お前、ややこのためやろか。お前なってやんな、コトコ。ほら。あ、いや、でもほら、はい、なんか笑われじゃないぞ、これだ。すみません。あれ、かえって危ないんじゃない？うん、でも金ちゃん泣いてたね。おお、ほんまかっこええわ、金之助。
全部ピンクな気がするんですけど。もちろんよ、だって絶対女の子が欲しいんですもの。ことこちゃん頼むわよ。ただいま。あ、どうぞどうぞ、こちらです、どうぞ。ことこちゃん、これ見てくれこれ。ちょっとね、気は早いかなと思ったんだけど、赤ちゃん用品買ってきちゃった。あら、パパも？え、ママも？あら、奇遇だね。あ、どうもどうも、ありがとうね。これ見て、これ見て、車さんね、ブーブーでしょ。ねえ、ねえ、これほら、飛行機さんね、ブク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 。ねえ、パパ、なんだか男の子のものが多い気がするんですけど。お、まあまあ、そりゃね、私も初孫ですから、これはやっぱり男の子かなと思って。何言ってるのよ、女の子に決まってるじゃないの。男だよ。いいえ、女の子。初孫は男。いや、女の子よ。男だよ。女の子に決まってるのよ。男だって絶対。女の子がいいの。男だもん。たく二人とも浮かれちゃって。男だよ。いいえ、女の子。男の子。女の子がいいの。男だよ。男だよ。これくれ、店から持ってきたぞ。はい、相原特製の御懐妊御膳だ。さあ食え。お父さん、どうしたらいいんですな、食え。いや、あ、箸忘れちゃった。なんだか少し実感が湧いてきたような。入江くんの赤ちゃんか、かわいいだろうな。明日入江くんが帰ってきたらどんな顔するだろう、喜ぶかな。これは何の騒ぎだよ。聞きたいよ、お兄ちゃん。ぜひ聞きたいな。ほらほら、ことこちゃん、あなたから言ってあげなさいな。おかえり。ただいま。あのねはもういいよ。ごめんなさい。あの、赤ちゃんが…え、なんて？あ、赤ちゃんができたみたいなの。よし。本当か？多分。病院は？あ、まだだけど、お母さんが。行こう。え？行くってどこに？ええ、妊娠検査です。では、この問診票に書き込んでください。あと、こちらにトイレでお小水をお願いします。ほら、行ってこいよ。入江くんから受け取りたくなかった。男の人ってこういうところ恥ずかしくないの？別に、俺は医者になる人間だし、
病院の匂いはかえって落ち着くね。ねえ入江くん、赤ちゃんができたって聞いた時どう思った？入江さん、入江琴子さん、中にお入りください。はい。行ってきます。そうか、やっぱり違ったか。そうなの、ごめんなさい。私大大大勘違いしちゃって、胃が荒れてるだけで生理もすぐ来るって。ったく、医者にも行かずに先走るからだぞ。話を大きくしたのはお袋だと思うけど、私のせいで期待させちゃったし。できてないものはできてないんだから、そう言うしかないだろう。でも赤ちゃんじゃなかったなんて。どうした、落ち込んでんのか。入江くん、胃炎の次は風邪ひくぞ。大丈夫、私お腹を壊しても風邪はひかないから。だってバカだもん。そうだな。ちょ、否定してよ、ひどい。だって否定しようがないだろう。ねえ入江くん、ん？こんな風に同じ空を見てるのっていいね。これからもずっと同じ景色を見れたらいいな。ああ、私ここしばらくずっと考えてたんだけどね。もちろん私の考えが甘いことは分かってるんだけど、私なんかがやっていいのかも正直まだよく分からないんだけどね。なんだよ。私一番やりたいことってなんだろうってずっと考えてて、で入江君にはバカにされるかもしれないんだけど、私一番やりたいことって入江君のお仕事をお手伝いすることなの。つまり看護師さん。今日病院で先生と看護師さんを見てやっぱりそう思った。私これからちゃんと勉強して、で卒業したらね看護師になりたいの。そりゃ命に関わることだから無理だって言われちゃうと思うの。だけど本気でそう思ってるの。
だから看護師になりたい。入江くんはどう思う？どう思うって分かってるとは思うけど、看護師は人の命を預かる仕事だぞ。一瞬のミスが命取りになる。分かってる、よく考えた。今までのサークルやバイトと違って、思いつきでできる仕事じゃないぞ。分かってる、思いつきなんかじゃない。医者だって看護師だって人を助けたいっていう気持ちがないとできない。お前に本当にそういう気持ちがあるのか？私は入江くんを助けたいの。入江くんの役に立ちたいの。看護師になって患者さんを助けることが入江くんを助けることになるんでしょ？だったら私は全力で患者さんを助ける。他に何の自信もないけど、それだけは自信あるもん。お前ってやつは。入江くん、どうせ止めてもやめないんだろ。だったらやれるだけやってみろよ。入江くん。まあ看護師になるためには看護科に転部する必要があるから、もしテストに受かったらの話だけどな。そうだ、テスト。やっぱりテストあるよね。当たり前だろ。よし、私頑張る。産婦人科で赤ちゃんができた時どう思ったって聞いたよな。うん。あの時、子供ができたって聞いた時、正直言ってこの俺が一瞬頭が真っ白になった。え？だけど病院に行ってお前が診察を受けている間の時間にいろいろ考えてさ、俺の勘では違ってるって思ったけど、でももし子供ができていたらって、その数分の間に俺も親父の気分になれたよ。どうだった、親父の気分は？なかなか良かった。私も。ちょっと子供欲しくなってきた。え？作っちゃおうか。入江くん、私も入江くんの赤ちゃんが心にいた少しの間、とっても幸せな気分だった。だからいつか今度は本当にやってきてね、赤ちゃん。ことこ、帰るぞ。入江くん、全然わかんない、教えて。なんで俺が自分で頑張るんじゃなかったのか。行くぞ。あ、ちょっとだけ。
ちょっとだけ。俺だって忙しいんだ。しぶしぶ勉強を見てくれるようになった入江くんだったけど、やると決めたら完璧主義なようで。じゃあそろそろ。ダメだ、この問題を解いてから。入江くん、いつの間にか入江くんによる猛烈なしごき、いや猛勉強が始まってしまった。なぜわからないんだ。今教えたばかりだろう。そうだっけ。この公式に当てはめるんだよ。何の公式？は？入江くん、少しは自分で考えろよ。なんだよ。いや、怒った顔もかっこいいなって思って。お前ってやつは。あ、その顔も素敵。バカ。ごめんなさい。毎日怒られてばかりいるうちに月日は流れ、緊張するな、もう。緊張してもできないものはできないよ。するだけ損だ。うん、それは分かってるんだけどさ。俺が心配してるのは。ん？何？お前がちゃんと受験番号を間違えないで書けるかどうかだよ。書けるわよ、それくらい。机の上に置いてあったぞ。よかった。大丈夫かよ。大丈夫よ、私本番に強いんだから。任しといて。しゃー。入江くん大好き。よし。よし、じゃあ飲みっか。今日は俺がおごってっからよ。ほんまですか？おおきに。伊之助、待ってたで。一緒に帰ろう。クリス、何遍言うたらわかんねん。わしは今でもコトコオンリーラブや。相手が結婚したからってそう簡単に気持ち変えれるかい。それにお前、一応年頃のレディーやねんから、こんな時間までこんなとこうろついてんな、危ないやないか。そうやけど。しゃーないな、もう今日だけわしが悪いな。クリスちゃん、今日は金之助先約あるんだわ。よし、じゃあ飲み行こう。よし、行くぞ金之助。ほら、そういうことや。あ、金之助、何グズグズしてんのや。夜道気ぃつけて、とっとと帰り。金之助。あ、はい。金之助、もう時間ないよ。おはようの一言で、いつまでも
きなあなたへ」「さりげない顔でキスをした私の心だけ」「色づいてく力いっぱい愛してる」「どんなあなたでも分かち合う」見事合格したらお祝いにデートしようなって言われたんです。ここの公園でボートに乗ったカップルは別れるらしいぜ。どうする？